すずくすずくす、シャマでございます。今日から挨拶はこんにちはをやめて、すずくすずくすにします。皆さんもぜひ真似してね。ということでメンテ明け、もううずうずしてた試合行きましょうということで、継続してね、ツートップ、あ、ツートップじゃない、あ、ツートップか、どっちかといえばファイブバックの方言わないとな。ファイブバックのこれやっちゃってますということで、でね、先日をねショートカウンターの監督にしたんですよ。ん、強いのどうなのということで、まあ、あのその辺もね、使っていっていいのか悪いのか、あっ、はい、コメントいきましょうということでね、意外とやっぱ死んだふりってね、おっさんになっても面白いよねということで、なんかね来るかなと思ったんだけどね、メンテ明け来ませんでしたねということで、まあとりあえずチームプレス、俺的にはねチームプレスとあとコメントいきましょうということで、たくさんねコメントありがとうございますということで、チョコチョコさん、落ち着いて動画見ます。チャマ君は情報系じゃないから、あんた、いや俺こそ情報系だと思ってますけど、もう死にますよ、ほんと。このまま行ったら俺のチャンネル、チャマ情報系だからって。この5バックにしてから、マジで守備がカチカチになりました。で、ちょっとずつね、攻撃も慣れてきて、割と点が取れるようになりました。今までは、なんか引き分けとか、1-0 とかあったけど、結構ね、3-0、4-0、5-0、喜んでっていう感じでございますね。ケバミン太陽さん、能力の割り振りって限界悪くないですか？みんなのスピード99とかできないですね。マンタシさん、全然知らん選手と全然知らん選手が比べられててくさ、いやいや。例えやんけ。別に知ってようが知らんようが、わかることは一緒やから。細かいことうるさいな、また。変なのばっか集めちゃった、10万人も。晴天さんの、晴天のカッパさん、いつも配信ありがとうございます。前作のニアコーナーがまだまだめちゃくちゃ入るので、気質でなければ試してみてくださいということで、ニアコーナーって、どんなんだっけな、もう覚えてない。俺結構ね、前作は早めに、リコちゃんコーナーっていう、ファーに蹴るやつやってたんだよな。ニアに、で、あれだよね、スティック前に倒して蹴って、マックス気味で。で、ニアにマニュアルカーソルで合わして、走り込ますんだっけ？まあ、ちょっとやってみよう。多分やったら、ああ思い出したみたいな感じ、これこれみたいな感じになると思うから、それが楽しみでも、あるんだよねーということで、行きましょう。まずは、結構ね、でも、対戦、シャマの動画見てんじゃないよ、これ。シャマの動画見てない？ただ、チームスタイルレベルが低い。君は甘い。舐めるな。いい人を舐めるな。おい、誰だ？お前。名前を、ID 調べてやっからな。ID 調べてやっから、名前な、な、誰だお前は。カズウラ。カズウラ、お前は。甘い。カズウラ。まあ、カズウラ、ウラなんとか、カズアキくんみたいなことなのか、それとも、ウラが好きなのか。まあ、ウラが好きなやつが、ウラだけ入れるってあんまないか。浦田和明でいいな、お前。浦田和明、俺はやるよ。浦田、もうサムネにも入れるからな。浦田和明とマッチングみたいな感じで、浦田和明、あの浦田和明とマッチングみたいな感じで入れるからな。鹿島アントラ、あ、そうだね、鹿島だったら浦和じゃないわ。浦田確定だな。俺が1点取るごとにお前の個人情報が全部晒されていくと思うね。よろしくお願いしますということで、マッチングはね、やっぱね、マッチングボタン分かっていてもね、はい、これがなかなかね、やっぱ押せないというか、押し忘れちゃうのよな。ヘイヘイ、やっぱね、もう R2 をね、俺はもうコメントいっぱい来てたけど、いつ押すんですか。もあのね、まだこのゲームがね、完璧に理解されてないから、やば、もうずっと押しといて、ずっと押しといて。で、不調、もう動画内でも言ったけど、変な感じになる時あるから、そしたら、あ、この時は押しちゃダメなんだねみたいな感じで覚えていこう。まあ、あの、しかもここでこうやって勝手に足出してくれるから、こうやって素晴らしいんです、マジで。
で L2 かで、さっきあの昨日ね、四角プレスのところにボタンをあのプレスマッチアップボタンを変えたって言ったじゃん。でそれのいいところは左スティック指が固定されるから左スティックの操作が上手になるのよ。で L ボタンでこうやってやらなきゃいけないからさ、若干この同じ手での親指で扱う L スティックが若干ね、あの操作がいつも通りじゃないからやりにくくなるんだけど、だから四角ボタンにしたんだけど、四角にするとねカーソルが変え、マニュアルカーソルが変えられないってことに気づいちゃって、今俺やっぱ L2 に戻してます。またマニュアルカーソル使わない人はねいいと思う。でグラウンドクロスが強すぎる。コードジャーママジで頼む。あ忘れてた、ニアね。オッケーオッケー、次やる。ちょっともうコードにイラつきすぎて、俺ゲーム中のコードね、あのボタンちょっとでも指に触れたらもうイライラしてくんの、うわ動かしにくいみたいな感じで。ではい、で結構最近はねちょっとずつこう突っ込み気味の守備ができるようになってきた。あーオッケー、これはノーマンタイ。ああ監督今見ました。ショートカウンターの時ってこのツートップはどうなんの？あのロングカウンターの時はもうボール持った瞬間ツートップグーン走ってたよ。だから適当スルーパスとかも割と入ってた、当たってたんだけど、 あとねみんなにねフラスルの出し方教えてあげようか。フラスル出したらさ受け手が減速して届かない、あの触ってくれないよっていう人いない？俺もそうだったんだけど、そうな人はあの教えてあげる。このさフラスル出すじゃん、で出してから蹴るまでの間に R に押すのよ。そしたらマレンがこうやって、あこいつマジでシュートはる、もうこいつ絶対クビにしようと思ってんの、マジシュート決めないから。あんまあ、いいや、それ置いといて、こう L に押して蹴るのを確認してから、多分ねほとんどの人が L にをこうやって押して蹴ってから R にをね押してると思うんだけど、蹴る前から R に押すことによってもうねあの受け手の側のダッシュがね入力が入ってるんですよ。入ってるというか切り替え時カーソルが変わった時に減速しないのよ。あれカーソル変わった時に L2 の入力、まあ、L2 っていうかダッシュの入力入ってないからカクってなってるんで、でこれでもねカクってならないかっつうとなる時もあるんだけど、それでもね追いつく。マジで試して L2 押してゲージ溜め終わった瞬間 R に押す。で R に押しながら L2 押してもいいけど、そうするとちょっとねフラスル自体の精度が、走ってる時に出したらダメっしょみたいな感じで、あの精度が悪くなる時もあるんで、 L に押し終わった瞬間すぐ R に押すみたいな。あ今のちょっとミスった、 R2 のタイミング遅すぎた、誰にちょっとゲージがミスってね誰に出るか分かんなかった状態だったの。だから俺も不安になっちゃってさ、え誰だっけって、うん、あとはもう俺が、あちょっと待って、もうこのさ動きマジムカつくんだよね。ちょいやめいと、もういっちゃうこれ、我慢ならんわこんな状況。何やこれ、いつまでそんな危ないとこでうろうろしてんの。どうするこれ、どうするこれ、これ入るやつ真ん中置いとこ、とりあえずね、このEフットはさ、あ黄色が入ってんじゃんデザインに、だからか知んないけどイエローカードが若干オレンジ色です。ちょっとどうかしないように、それだけ皆さんに覚えてます。おいおいおい、はい、走れよマジで、お前さマレン、お前よ、な何やる気ないんだったらもうねえ言ってくれる、試合に出たやついるからいくらでも、君がいなくたって全然いい。はい、あとはやっぱねこのマレンいいね。そうでこうなのよ、本当だったらロマーリオの方向いて、ロマーリオこっち走ってたじゃん、ロマーリオの方向いて出したいけど、そうすると今の場合だとディフェンスがねちょっとあの足出して、あとねそうみんなにねどうしても言わなきゃいけなかったことがある。
まあ、特にウイでねやり慣れてる人には特に覚えてほしい。この作品体勢が悪くても結構いいパス取ります。今までだったら体勢っていうのがあったの、こうやって出すときに体をどっちに向かせるか、こんなんでも結構ねほら通るのよ。こういうのも全然狙っていってもいいかも。あ、今のはちょっといい体勢だけど、むしろいいパス出ちゃってるけど、だから結構ねいろんな体勢で出して、あ、これも通るなこれも通るなみたいな。今までのウイレってこうやってちゃんと下向いて出すとかさやってたけど、まあ、ダイレクトとかは難しいけど、その分精度下がっちゃうけど、これね結構おすすめ。パスこれしてても出ます。ちゃんとみんなの方見なさい。よし、いいことをしてたね、これ完全に。ちょっとね、親指は反抗期でしたけど、ちょっと待っちゃった。あとはね、まあ、やっぱね いくら考えてもこれで、ちょっとかくんでなるけど、それでも追いつきそうなのよ。まあちょっと先にね触られちゃったけど、あ、ちょっと待って、今もフラスル見せようと思ったのに、何の話しようとしてたんだっけな。そう、 L2 がね、結局やっぱね L2 っていうかマッチアップボタンなんかね、これね、この状況マジで止められないから、あの状況いっぱい作ればいい。あのバイタルあたりにマイナスからトップスピードで走ってくるやつ、そいつに出したらねもう勝てません。こんな感じ。あー、神お前マレン、お前マジで何なの、マジで悔しいふりすんな。しかも決定力さ、決定力上げたんだよさっき。絶対悔しいふりだよこいつ。だってこんだけ悔しがってんのに結果が出てないから。レオも言ってたよな、森保さんとかめっちゃ、おぎやはぎさんとかの YouTube の番組で森保さんめっちゃ戦術とか分析するらしいですけど、あ、それは僕も聞きました。でも作品に出てないみたいな、結果出てないんで、それは考えてないです。OK! 危な、マジで。これ、入らんから、あれ、ダイレクト。誰やこいつ、イケメンやな。ちょっと待って、2対1だよ。これ、丁寧にやっていこう、これ。相手、攻撃意識、軍上がる。ちょっと待って、マジで危ない、キーパーマジで動かさんでよかった。今、FIFA のキーパーの動かし方になって、マニキーじゃなくて、スティック押し込みだけの。ちょっとマジで、ちょっとここ、ちょっとダメだよ、お前たち。試合、集中していこう。マレン、お前、こういうとこで。何やらしてもだね、マレン。もう、言ってくれよ、じゃあ。出たくないんだったら。代わりいるし。ちょっと待って、やばい。おお、渾身のインパクトキック。怪しい、ちょっと待って。ちょっとロング蹴ろう、ロング、そう。そう。蹴りすぎだろ、いくらなんでも。ねえ。ビッグ。あ、チャンス。通り過ぎちゃった。ナイス、バラン。マレン、ヒーローになれ。マレン、ヒーローになれ。あ、これちょっと R2 のタイミングが遅かった。マレン。そう、いくらなんでも何でも通るよってわけじゃないけど、結構今までより通りやすくなる、ね、ああ、そっちの味じゃないよ。はい、クソパス。クソパス。大丈夫。ナイスキャンボ。誰やこいつ。インモービル結構強くない。 いいぞ、キャンボ。持っていこう。ちょ、マレン変えたいな。すごい嫌な感じです、マレンがピッチにいて。守備してる時もずっと考えてる。どうせボール取ったって最後シュート外されるんだろうなって。中田にしよう。あ、中田、中盤いないかな。あ、ウリベいるか。ウリベにしよっか。まあ、ダカ。ちょ、こうしよう。ダカ。スパサブダカ。マジ強いらしいよ。だって外国人の、なんか謎のやつが、英語でね、ダカについてどう思うって外国の有名なウイレ配信者に、全に聞いて言ってた。そういうやついるよね。シャマ君、こんにちは。いつも動画見てます。誰強いですか教えてくださいって。全部の配信者に聞いてるやつ。失礼やな。それやったらもう、誰でもいいや。なんか失礼やな。そういうやつ言ってた。ダカどうですか、ダカ強いですか、強いと思うんですけど、どうですか。
止めちゃええやん。だか。あ、これ入るわ。手じ、もう。だか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 。戻ろう戻ろう戻ろう。オッケー。今のいいパスだけどね。はい、中田。で、ここ。だか。ダイレでさ、出せないかな。そういうことな。焦ってるね、相手ね。焦りん坊だね。あ、だかじゃなくて。だかじゃなくてさ、もう一人。手前のおじさんに出して。よし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 、ここむずいんだよな。マイナス、ナイス。キャンベルがなぜこんなとこにいるのか置いといて、あなたよく頑張った。あ、でも取れなかったね。ナイス。よし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 、丁寧に行こう、丁寧に行こう。ククレがいいとこ上がってるね。そう、いや、コース悪いな。あ、パスを変えんけどよかったわ。オッケー。落ち着いてください、皆さん、落ち着いてください。で、落ち着いて。ここから深呼吸しよう、みんなもやろう、せーの。ふー、あー、やっちゃった。深呼吸とともにパスミス、絶対パス来る、入るかい。なめんな、いい人なめんな、お前ずっとなめてる、裏田ずっとそうだ、君ずっとなめてるよ、なめんな。コロナ、よしよし、あるよ。ちょっとねえ、攻撃意識1個上げ結構強い、ちなみに。あ、裏抜け、早い早い早いわ。くっ、今の L2 とか押してボディーコンタクトやったらさ、スルッと抜けたりしちゃうかな。あっ、おい、お前そんなパスがあるか。だかに点取らしたいんだよな、俺。ああ、手品にゃ気持ちいい。手品にゃキュンチュンチュンから最後不破だからね、腰浮いただろうね、あみたいな相手。あやられました、乾杯でしょ、ダカ。もういつまでこのくっついてイチャイチャしてんだ。あと1点取れる、動かない中田が、もうスタミナないのかな。マジで硬直してたよ、余裕で。オッケーオッケー。あっ、あっ、あっ、危ねえ。お疲れ様でした、素晴らしい、ダカ、スパサブダカ最強、マジで最強、スパサブダカ。ロマリオ、ロマリオめちゃくちゃ喜んでるよ。マレンはもうクビにしよう。ちょっとダカスタメンで使おうかな。え、でもね、マレン結構高かったはずなんだよな。3万は絶対した。なんでこんな弱いの、ちょっと見てみよう。あ、全然シュート枠が、枠収まらんのよね。あれかな、逆足が低すぎんのかな。で、逆足で蹴ってるっていう可能性は全然あるよね。逆足精度が悪すぎる。なんか、でもまあ、右で蹴ってる時も結構外すけどな。右利きでしょ。いや、逆足だとまあ普通なんだよね。そんな悪いってこともないのよ。蹴ってる力80でしょ、そんな低くないよ。ロマーリオは蹴ってる力85で、中田も85。こうだね。これでいこう。これが一番いいんじゃないかな。中田。中田で ST にして。中田 ST にしてよう。これが一番いいかもね。もう、まうりちゃん、よく頑張ったけど、もう限界かもね、これ。この画面で売れないのか。このが、もう売ろうか。売ったらコインとかもらえるから。もうちょっと本当は木曜までは引っ張ろうと思ってたの。木曜まで課金始まるからさ、ちょっともう無理かもね。いくら1万コインとか1万 GP ぐらいいかんかな、だる。まあちょっと考えますわ、今のでだるってなって命拾いした。終わりにしたいと思います。皆さん試合楽しいですね、見てる分には楽しくないって人もいるけど、じゃあ俺を見ろ。
最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。すずくすずくすずくすーパー。